今日は初めての3人でピクニックに行きます。行きます。これは私、ピクニックは中リーサです。はい、中リーサです。初めまして、ね、初めまして。ちょっとね、初めまして、行ってみようかなってねっていう感じです、ね、しかもあれだよね、このドライブとピクニックの話になったのは昨日の話で、そうそう、動くの早い、早いのよ、早いのよ、テンポが本当に早い。そう、全てがもうサク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 迷いなく進んでいくっていう、なんでだろうね。なんかそうだね、前もそうだったよね。そうでさ、友達少ないよ、いい意味でな、あんまり仲良く、いい意味あるなんか深く狭くみたいな、はいはいはい、ギャルみたいなんで今の、深くせねく、深くせねく、ギャル、みちょぱ、みちょぱ、まんじ、まんじ、新しい友達できてると思った。新しい友達、マジで、新種のジャンルが、仲間ができてる。よかったね、でもね、雨降ってたのにね。そう、朝、だって朝もう古川から雨やんってライン来た。雨やんって来たけど、午後から晴れるっていうか雨上がるから。そうだね。ペー勉強持ってる。持ってるけど、もうペーパーだよね。マニュアルでしょ、しかも。マニュアル持ってる。マニュアル。わかる？え、持ってる？マニュアルってね。持ってないのか。持ってないし。今の子多いよ。今の子だから。え、何す？23です。23だよ。8。31。おめでとうございます。おめでとうございます。え、これで行き場所決まってんの？全然何も。決まってないですか？なんか、ドライブは適当に、なんか時間、なんかフラフラして、みたいな。30分ぐらい走って、最終的にあそこに行けばいいかなって。あそこにあそこね、あそこね、みんなわかるでしょ、今のね、決まりの、あそこあそこ、そう、一緒に行ったことないし、ここ確かに、あそこね、あそこね、例のね。え、何食べる？12時に起きたんだよ。私もうほんと寝起き、まだだよね。めっちゃ早起きしてんけど、なんでなんかリーサに会えると。でも確かに、なんでこの人いつも起きるのそんなに早くないのに、9時ぐらいに起きたって LINE 来てて、やばい、早い、え、早いと思って、めっちゃ早い、何があったのと思ってたけど、そういうことだったのね。今、1時半ぐらいなんですけど、12時半ぐらいに起きて、歯磨いて着替えて出た感じ。風呂さえ入ってない。おはようございます。風呂さえ入らずによその車乗るっていう。そうそう、最低だからもう特別感はないかもしれないけど、いつも以上にむくんでる、うん、いつもそのむくみ取りやる朝。え、仕事の時だけ。うん、なんかお風呂とか使ってさ汗出す。あ、でも私すげえ風呂入る人。え、知らない。え、あんた知らないの、こんなに一緒にいて。そう、いやいや、私風呂入るってなったらすげえ入るから。知らないもん、風呂入る人一緒に過ごしてないやん。あ、そっか、1時間半ぐらいも浸かる。え、そんなに？え？うん、そんなに浸かんの？私浸かる。だから、なんていうのかな、もう気づいたらもう冷たくなってる。え、だってめっちゃ冷たくなんない？そしたら冷たくなったら出る感じ。あ、もう耐えらんないなっつって。もう耐えらんねえ、ふりだきしないよ、うーって言って、あの出る。マジで？うーっつって。マジで、ペーってさ、なんか暮らしがさ、普通にさ、ちゃんと仕事してさ、お金も持ってるはずやのにさ、もう生活が貧乏学生やな。生活スタイルがさ。そうだね。なんか、この間ね、私ご飯の準備してて、夜ご飯の。で、マネージャーからたま仕事の電話来て、何してたんですかって言われたら、ご飯作ってたって、何食べるんですかって言われたから、ご飯と納豆と、昨日スーパーで半額になってた餃子って言ったの。そしたら、ほんまに本当だよね。しかもこの間も私ん家来て、パンパンを全部持って帰ってたの。そう、持って帰るんですよ。なんかさ、別にそんぐらいもう良くないかって言って全部持って帰ってて、しかも私冷たくなっても食べちゃうよね、うん、めっちゃ食べる。そうだから、もう冷めてるからチンするとか、冷めてるからもうちょっともうやめとくみたいな、なってもなんでみたいな。
そうそう、なんだやめてみたいな、やめて食べるからみたいな。マジ？だってこの前なんか、だし吸い切ったお茶漬け持ってくるお茶漬けで、そう、もうつゆっ気のゼロのおじやじゃん。おじやリゾット、リゾット。よく言いすぎやろ。リゾット、リゾット。米がもうこんなんだったもん。めっちゃ違ったな。一粒こんなんだった。ちゃんと美味しいとも思う。美味しいと思う。なんか吸いすぎてて塩分うわみたいになんない。私あれがないんですよ。なこれまずいってなくない？ね、まずいって言ったの。全部美味しいの。え、嘘。だから、うん、全部美味しい。ハードルバカ低いよね。全部一緒やな。で一緒に美味しいよな。そうだね。ソースが美味しければ全然美味しいって感じ。ああ、でもそんな感じはあるかもしんないね。ね、うん、でももちろん、うん、そのすごくいいお肉の焼肉屋とか連れてかれたら、やっぱり、ふふーってはなる。なるやっぱり、ね、レベルの違いが、まあ、わかるし、うん、レベルの違う喜び方もするんだけど、うん、なんかもちろんさ、なんか何万もするさ、肉もさ、美味しいんだけどさ、うん、その美味しいと、その90円ぐらいの納豆も美味しい、なんか美味しいの感じ方があんまり変わんないんだよね。うん、安くて美味しいもん、高くてめっちゃ美味しいもん、一緒やろ。そう、なんか安くて美味しいとやっぱり嬉しいし、嬉しいよね。あるじゃん。うん、で高くてうまいのって、まあまあ、まあ、まあ、だろうねっていう。そりゃそうだわ、ね。あるから。うん、じゃあ、この間のしゃぶしゃぶに連れて行くわ。しゃぶしゃぶはそんなに、うん、違いわかんないかも、下手したら。うん、ごまだれつければ。ごまだれつければ。そうだね。ごまだれさえ美味しければさ。だからたまにさ、あのさ、うん、芸能人のさ、格付けみたいなのやってるじゃないですか。うん、あれとかもマジ無理やと思うし。絶対わからん、あの高級肉と、あのスーパーの肉とか。いや、でも逆に、純粋だから舌が当てれるかもよ。その逆あるんですか？そればっかりしか食べてない人はわからないかもしれない。逆になんか、あ、それがスタンダードなんだね。そうそうそう、なんかいいものがわかんないから、あ、私の口に入ったことのない全然去年の、全然何年も前のやつとかも全然着る着る、うん、着るし、なんか全然なんか虫食いで穴開いてる服とかあるじゃん、うん、あれとかもなんか虫食いはね、5箇所までだったら着るね。5箇所数えて、うん、数えて、うん、あとあれもあれだよね、余裕で履くよね、靴下に穴開いてても、うん、あー、でも私もかも。え、でも こんな穴じゃないですよ。どんな穴？もうあの親指ほとんど出てるみたいな。やばい、ちゃんと穴ちゃんと穴ねえ、それさ、じゃがいもって言わない？え、それ方言かな。方言ですよ、それだよね。聞いたことないです。じゃがいもって言うんだよね。え、長崎ですっけ？そう、九州では靴下のその穴、うん、俺はジャガイモになっとる。へー、なんかやっぱり臭いな。言わない？言わないか。竹下通り行っちゃう？通過します？あの竹下通りの、うん、その前を通過しよう、ね、前、うわ、楽しみ。うまい、やばい、ね、すごい、隣の、うん、たこ焼き見てる。たこ焼き、たこ焼きじゃないわね、たこ。え、いいな、たこ焼き。いいな。あ、たこ焼き食べたいね。ないもんね。え、知ってる？ウーバーってさ、公園にも届けてくれるの知ってる？あ、ここの公園のここの入り口で受け取りみたいな感じにしたら、うん、届けてくれるんだ。できるの？今度できるらしいよ。だってさ、花見の時とかそれやった、うん、でもなんかさ、うん、マッチングアプリの最初の出会いみたいじゃない何色の服着てます？ここです、ここ私です。あて、銀だこね、銀だこ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 原宿でーす。原宿、この辺マジ変わったね。すごい変わった。駅めっちゃ綺麗。すごいピカピカだよね。すごいね。なんか血が騒ぐ。やっぱそうね。庭ね、うん、私ショップ店員やりたいんだけど。え、だって向いてすぐあれでしょ。向いてす、夢でしょ。向いた。そう、夢なの。マルキュー、まだマルキューで行きたいから私。ギャルズってさ、漫画知ってる？知ってますよ。え、知ってる？あた、でもさ、私は知ってんのもあれだけどさ、あんたはちょっとじゃない？ね、3人組のやつやったの。そう、3人組の。なんかチャオかなんか入ってくれてるんですよ。チャオ、そう。え、あ、え、私ギャルズなんて私小学生の時だよ。だからあんた、え、あんたもう赤ん坊でしょ？赤ん坊。赤ん坊あんたなんで赤ん坊なのにギャルズ知ってんの？もしかしたら、兄弟いますか？上とかに。でも私長女で。そうだよ。だったら違うか。お母さんが読んでたやつを感じてたんじゃない？お母さんが。お母さん、お母さんギャルじゃない？ちょ、わかんくないか。あれ、読んだことはないんだよね。え、嘘。うん、厚底で、なんか、ブーメランみたいにして、ドゥ
敵を倒す。戦うの？わかんない。厚底キックみたいな感じで、厚底でなんか戦って、うん、で池袋と渋谷のギャルがタイマン張るの。え、面白いねそれ。いけるでしょ。うん、私この季節になるとなんか切ない気持ちになるんだよ。なんでなんてだろう、なんか空気感、秋、あ、ちょっと肌寒いもんね。わかります。わかるわかる。でもさ、私大好きなの今は。私も。何どっち何が変な感じだった。変な感じだった今。私のせいで変な感じじゃない、全然変な感じ。好きやけど切ないみたいな。でだから切ないイコール嫌なあれじゃないの。あ、別に、なんか心が動いてる。あ、これ、なんか覚えてるこの空気みたいな。なんかちょっとこうヒヤッとした空気と、うん、冬に向けて透き通っていくこの風。え、待って、これ何？何？これ何？あれだよ、オリンピック。ああ、新国立競技場。だよね。うん、嬉しい。そう、そこがほら、飛ばすツアーみたいな。本当だね。うわーって感じで、はい、上をご覧くださいって。あー、そうかそうか。そう、ばあちゃんや。そうかそうかとか言って。そうかそうか。あ、これ？あ、こちら。わー、すごい。左手に見えますのが新国立競技場でございます。東京2020は。あ、これがほら新国立競技場でございます。え、ここでだから開会式とかやるってこと？そう、うわー、ここで多分。すごい、ここでやるのね。バーチャルすぎる。ここでやるのねもし一つ見れるとしたら何みたい？私はもうだからバレーボールだけどさ。まあね、一個だけ水泳。あー、いいね。やってたから私あれとか見てみたいんだよね。どれ？何？飛び込み。あー、すごいだろうね。うん、あの水しぶき立てずにさ、うん、だってもう会場がシーンとなるわけですよ、あの瞬間。ね、できるかな。なんか言っちゃいそう。あやややとか言って、やばいやばい、飛び込みとか言う。このままだから言っちゃう。何見て？一個だけ。最低。こういうやつ、こいつは。